のページ読まなくちゃいけない気になるよ。増えてゆくテレビのチャンネル全部見なきゃ遅れちゃうのかな。おかしな夢見るんだ家の前の公園で君に投げたボールが途中で落ちちゃうんだよ。部屋の隅積まれたゲームソンやらなくちゃ意味がないのかな。テーブルの向こうの君に喋りかけているのに君は表情一つ変えてはくれない。こんなに近くに僕がいるのに届かない、届かない、この想いを本当に大切なこと何かな。表情一つ変えては